伊豆さんに入れた人誰ですか？誰やろうな。わかりやすいな。ナイス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 うん、やれやれだぜ。黒白朝からマイナス4を摂取できて健康だね。マイナス4で何ですけん。おお、すごい。結構白でそう。そうなんだ。出してください。はい。あ、伊豆さん、あれ、てね、あ、伊豆さんじゃない、伊豆さん好きのしうねさん、しうねさんとボンさんと最後ハイブリさんかな。展望デッキ4人います。ハイブリさんだけ白がわからないって感じです。はい。ね、私が停電直前に武器庫の下でハイブリさんを見てるので、その辺で畑迫さんの死人がないなら早めに展望いらっしゃってると思うので、畑迫さん、うん、ハイブリは最後に入っていますが。あ、そうなんだ。はい。畑迫さんの死人ってどうでしょうか？ないです。見てないかもしれない。このターンはずっと一人でいましたけど誰にも会ってないです。このターンは伊豆さんしか見ていないです。宿舎前脇がユタさん、ボンさん、タカパイさん、私、うん、で、私そのままミーティングに上がっているので、うん、そこには来てないかなと思います。宿舎脇さんもそっちに、うん、宿舎脇さんもいませんでしたね。今日使って右行ってますね、うん、そうそう、右行ってる前、はい、宿舎脇ってハタさんいなかったでしたっけ？いや、4人しか私は見てない。金庫に入ったのがその4人ですね。うん、その4人ですね。そうなんだ。あ、いらっしゃったんですね。他にいたらわかんないです。あ、同じく。出雲宿舎脇、速攻エンジンに降りてるんですけど、キツネを見た覚えがあるようなないような感じが。うん、おー、あ、そうなんですね。あ、でも、ですかね、金庫に1回扉閉まってるんですけど、その中にはこの4人でしたね。ボンさん、タカパイさん、リンさん、僕の4人が金庫の中で閉じ込められて、開けて、はい、うん、ボンさんと僕はそのままキッチン入れば、先端くんの経路を教えてほしいです。キッチンでしゅうねさんと一緒、武器庫、エンジン、宿舎終わり、じゃあエンジン側、宿舎方面には死体はなかったっていう感じかな、はい、うん、ちょっとすれ違いそうな、ボンさんもきつそう。あ、いや、高木さん、そう、何でもないです。スピーカーの音、早っ。ため息ばっかり。あ、お、うん、引っ越したいな、早く。内部？内部。リンゴ早いんですけど、リンゴ怪しまれてたのかなって思ったんで、1票入ってたんで押しました。誰やろ、1票入れた。そのパイさんか。誰だ？まあ、さっき1出てない人いましたっけ？僕言ってないかな、うん、僕がエンジン脇で、
あれハイブリさんってエンジン脇でしたっけ、すいません。はい、そうです。あ、ですよね。で僕そのままメイン行ってメインのタスク3つやってエレキ勝ちで終わりかな。はい、スナッパイメインタオ脇エレキに降りてで、終盤に伊豆さんを勝ちタスクのところでお見かけしたような気がします。はい、合ってます。田坂くんが宿舎で本当に伊豆さんが言ってるように湧いてて、多分行ってるとしたらじゃあエンジンの方に来てるってことになるよね。そうですね、うん、左には来てないので、うん、で武器庫の方面に関しては先端くんと僕が武器庫の上で合流して先端くんが上に抜けている、僕がその後展望デッキに行ってるんで、うん、展望デッキの4人が先端くんが蓋をして多分畑坂くんのキル関われない位置かなと思います。エンジンの方だったら難しいと思います。あ、展望デッキの4人ってもう一回いいですかね、すいません。シューネ、ボンジュール、ユタ14、ハイブリ、はい、あ、ありがとうございます、はい、リンゴさんの経路って何でしたっけ。アーカイブで本を入れてダウンロードしてラウンジの方に抜けたで終わりです。ガン浮きか。高橋さんってアキンゴのタスクをしてからヌーンで右に切ってアーカイブには入ってないですよね。入ってないです。あのドア閉まってたと思います、うんうんうん、もし宿舎前脇だったらコックピットかエンジンかメインらへんって感じになりますかね。あと奪い推薦でミーティング、まあでも死人がない状態でミーティングにいるのは薄いかなと思いますけど、もしミーティングだとしたら私ですかね、うん、はい、入ってるな。誰やろ、比較さんに入れたん、うん、誰だ、スナパイさんだ、スナパイさんだ。ずさん、伊豆さんまとっぽいけどな。黄色、下手くそすぎ。すぎる、やばすぎる今のバイタル。素晴らしいボタンだ。まあ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 。ではやばい。では議論を始めましょうか。まあ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 。今停電めちゃめちゃ勝ち合ったんですけど。はい。伊豆が勝ち合いましたかもつれ。2番目3番目。合ってます。あ、伊豆さんと私だけなのかな。そっか、巨人否定できるかなと思ったんですけど。はい。うん、さっきの切る詰め、もう詰めれる、うん、そう、そのエンジン側だったら先端くんだし、メインだったら一番後続はスナパイさんと誰だったっけ。伊豆ですね。伊豆さん、伊豆さんか、比較さんもそのヘイルって言ってました。宿舎からエレキに来たんであれば、そのルートを僕が戻っていない限りは僕はキルできないですね、うん、あともう一人来ましたよね、エレキ誰かって言ってましたよね。僕かな、比較さん、メインエレキって言ってます。で最終エレキっていう話だったら比較さんが通ってきた道筋でキルが起こってない限りは伊豆スナパイは切れないんじゃないか、うん、あ、うん、間違えました、伊豆ネボパイは切れないんじゃないか。あと報告なんですけど、バイタルがもうありません。おお、あら、バイタルがない。多分ね、結構みんなで今回見ちゃった、はい、うん、みんなで行きました。私が一人で見てたはずなんですけど、バイタルって切れる、バイタル切れる。はいはいはい。私が一人で、うん、停電前から見てたんですけど、急に
僕の後ろに2人追加で見始めたので、早く見て、私と高パイさんとリンゴさんと、そんなに必要あるの、さすがに死んでるだろうと思って。そうそうそう、私も私も、まあまあまあ、うん、長かったですからね、多分この2人まとめたんじゃないかなって思っちゃってます。とりあえずその僕の主観だけで畑さんが宿舎に湧いてるかもっていうので詰まってるだけなんで、で僕一応拒否してできたんで、僕が死んだら、うん、多分宿舎に湧いてたってことにして詰めてほしい、うんうん、その場合は、うんうん、リンさん、センターさん、ヒカクさんの3択にしてほしいです。はい、リンさんですか、リンゴさんじゃなくて、リンゴさんは、うん、リンさんミーティングの宿舎だったらって話、ミーティング、うん、あーそういうことか、あごめんなさい、了解です。あ、おめさき。うん。オッケー。あ、おめさきしろ。リンゴさん、リンゴさんメインであったな。リンゴさんメインで見たらいつですか。停電なる前ですね。結構前です。ヒカクさんともすれ違いました。ドア開けを一緒にやった記憶です。うんうん。ボンジュールさんに真っ白白白を出せます。ありがとうございます。白助、ありがとうございます。今メインからどういう動きしたとか分かる、うん、多分宿舎の方に行ってんじゃないかな。僕エンジンから武器庫キッチンって来てるんですけど、うん、そこにリンゴさん見てないので。リンゴさんってでもボタン押されてたのにもう一回宿舎行くかな。うん、うん、確かにシャワーは来てないです、うん、来てないですね。シャワーに今一応最後見合ってったのはシュウネ、ボン、イズ、リン、なんか、うん、伊豆さんとリンさんが追っかけっこみたいな感じしてました。停電直しに行こうかなと思ったら直ったんで、また下に戻った感じです。あ、そうなんだ。その、うん、まあ、そっか。リンさんはジンガやと思ってます。ジンガちょっと、ジンガもいろいろ理由あるんですけど、感じはしない。それは先に、うん、後で置いといていいかなと思います。はいはい、うんうん。それが正しければ、僕からネボパイさんに白が出せます。停電直したら、多分そうです。私が直したんですけど、うん、最終的に武器庫の、くぼみ以外の部分は見れてるんですが、そこに死体はないです、うん、うん、だったらやっぱり宿舎の方じゃないかな、うん、まあ、くぼみにあるかもしれないけど、でも停電直しに行こうとした動きだ、あ、まあでも微妙だな、停電僕秒で直したからタスクやっててもおかしくはないかなとは思いますが、宿舎に来てるとしたら僕がミーティング上がる前に先端君とすれ違って、今ミーティングにヒカクさんがいます。高橋さんそうです。僕です、はい、がいるような形です。ギル起きたら強靭で PP だから、ちょっと私は釣りそろそろ入れたい。だとすれば誰を釣りますか。誰よ時間が、うん、ヒカクさんだいぶ黒いのかなと思っちゃった。ヒカクさんなのか。あ、僕なんだ。ちょっと他の人の位置もでも出してからにしてほしいですかね。まあ、うん、うん。ボタン使っててないです。これはハイブリさんもマットかな。すみません、適当です。なんかヒカクさんの苦労を知ってそうなハイブリさん。なんねえか。別に白証明してないか。知らねえ。レボー。レボー。ボタン押したんで、ちょっと主観のリンさんが動きだけで黒っぽいってとこだけ話させてください。はい。貨物ラウンジアーカイブと僕侵入したときに、シャワーの方面から来てるリンさんがいました。で、そのままリンさんが本タスクやってたんですよね。はい。で、僕下の方に下っていくときに、シウネさんとボンジュールさんがタオルタスクをやっていました。
で僕覚え着やりに行ったんですよね。貨物だけで覚え着を覚えたんで、シャワーで覚え着をやりに行って、帰った時にリンさんが下ってくるような感じだから、まず本タスクの数が少ないっていう点と、うん、最終的にリンさんがタオルタスクをやるのかなと思ったら、タオルタスクをするかと思いきや俺の方を追いかけてくるような動きをしたので、まあ、タスクがない人間やなと思って、そう、あと基本的には黒い。ごめんなさい、前のターンでもう半分終わっていって、残りを今回やって、で除染のところの除染が終わってなかったので、除染をしに行こうと思ったら停電だったんで、一回上に戻ったけど、すぐ治ったんで、除染をしに行こうと思ったら、全く伊豆さんと同じ動きになりました。OK です。はい。停電がすぐ治ったかどうかっていうのって、インポスターに結構分かりづらい部分だったりするから、うん、あれがクルーの停電、あ、治ったんかいの動きだったかどうかっていうのは、どうですか伊豆さんして。停電が入ったタイミングどこやったっけな。私はシャワーでした。停電。いや。うん。いや、いや、リンさん黒でいいと思います。あの、ごめんなさい。貨物の覚え毛ぐらい多分、貨物じゃないわ。シャワーの覚え毛あたりで停電入った記憶あるんで、結局リンさん黒やと思います。伊豆さんしてんのリンさんインポスターってことですか、狂人じゃなくて。うーん、老朽わかんないですけど。どうなんだろう、私はちょっと伊豆さんの中だったら怖いなと思ってます。私白なのでちょっと伊豆さんがマットで私に乗ってきてたら、人外が残ってしまうのでちょっと怖いなと思います。私、僕停電を周根さんと勝ち合ってるので、うんうん、マット引きはできてます。伊豆さんは狂人はないですね。で、ごめんなさい、僕これ丸々時間使っちゃったんで、次誰かボタンを押して僕は次のターンは喋らないです。ええかもしれん。伊豆さんに入れた人誰ですか？誰やろな。わかりやすいな。タスク次終わります。早い、終わります。早い。タスクにとらわれている。なんできんじゃん。ナイス、ナイスです。ナイス。さあ、果たして先端はタスクが終わったんでしょうか。終わりました。はい、うわー、負けた。はい。ではさっきの伊豆さん以外の花方の話をお願いします。嘘です。よっしゃー。シュネさんが比較さん怪しんでたの話聞きたいかな。所定でまず伊豆さんの狂人が私目線手で直してるからない、リンゴさんが死んでる、そうすると結構宿舎前ありそうだなと思ってて、比較さんか先端さんの二択なのかなってちょっと思って、うん、であとメインでタカパイさんが出してる死人で他ないですけど、はたさ、リンゴさん見られてるっていうことから、その辺いた比較さんが綺麗る位置かなって思ったからです。あ、リンゴさん綺麗に関して、そうですね、初手と二つともできるよねって話。そうです、そうです、うん、でもはたさ、うん、なるほど。なんか比較さん目線の黒位置も聞きたいかなと思います。あー、そうですね、まあとりあえずタカパイさんからしか出てないんですよね、リンゴさんの死人って。そうですね、だからそれだ、うん、タカパイさんなんのかな。あ、タカパイですか、このタカパイだった場合は切って最後尾として僕とスナパイさんのところに合流してきたって感じですね。なんか結構武器庫の、まあ、マットもあると思いますけど、タカパイさんの、あれ、先端くんって宿舎から俺とすれ違ったのってどっち行きました？メインの方？金庫です。うん。金庫で比較さんがタスクしてました。それすれ違ってるんですよね。はい。なるほど。じゃあエンジンの方でその高垣さんが切ってる可能性は先端くんしては終える感じか。わかんないです。僕リフトで右から左行って金庫行って終わりなんで。うん。うんうん。ボンさんどう思います？僕は高垣さんがちょっと人外に見えてます。え、なんでですか？初手銀行から、ずっと宿あのあそこにいたのが怪しいかなって。初手1球目の時かな。
1キル目あ、僕ダウンロードやってました。ヌーンでビューイン。ああ、そうです。ヌーンでダウンロードやってます。イエロー紫。まあ、ボンジュルさんがね、インポスター陣営だったら勝ちだし、ボンジュルさんがクルー陣営だったらタスク終わらずに負けってことよ。知らんけど。黄色紫。インポスター側だったらね、タスクがないから。ということ。いずれにしてもヒカックさん陣外っぽいよね。ヒカックさん、リンさんはなんか両方とも陣外っぽい。知らんけど。1キルでよかった。間に合うかな。はい、ハイブリさんが展望とキッチンの扉のところです。うん、で私はキッチンから展望に入って下のアップロードをして戻った時に発見なんですけど、うん、まあ、直前にハイブリさんも展望の先っちょでアップロードをされており、うん、キッチンで怪しい動きをするリンタカパイを見た後まあ入ってる感じですね。ね、僕ずっとリンさん尾行しててリンさん武器庫の方に上がってるんですよ。ここにいます。武器庫です、はい、だから今回リンさんできないんですよね。そうですね、私も高木さんがずっとついてくるなと思いながら最中武器庫です。え、リンさんから高パイさんに白出るんですか。あ、出ますっていうのはずっと一緒にいます。ずっと一緒にいるからです。リン高パイには白出せないんですけど武器庫にいるのは証明できます。はい、いや、切ってから来てるはありえる全然。うーん、他の人の行く時間ないんじゃないかな。わかんない。気はいいけど。他の人の位置はメインにいます。最後昇降機左かな。ボンエレキ。コミューサボン中います。うん。バランバランやね。え、メイヤーいます？ない。死んでますね。マジか。宿舎分けってボンジュルさんと誰でしたっけ。僕です、僕です。ガクさん、センターさん、金庫行きましたよね、初動です。はい、うん、僕です。この後ヒカクさんは。僕はエンジンでコックピット入ってコックピットのタスクをやって、うん、うん、コックピット出てエンジン宿舎前、初号機台でフィニッシュです。あの動きは見てます。うん、うん、エンジンまでは僕ご一緒してます。伊豆さんとスナッパイさんと結構コックピットあたりでは似たような動きをしました。うん、あ、そうなんだ。展望キッチンカーの扉のところっていうことで白出せる人いないですか？基本的にみんな白になるはず。うん、ボンジュールさんもセンターさんもヒカクさんも俺もスナッパイさん。あ、だったらもうリンタカパイのどっちかかな。うん、僕してのシューネさんになっちゃうかな。リンさんが個人っぽい。私なんだ。あ、うーん、私じゃあタカパイに入れました。同じく僕も、うん、スナッパイさんが最初に強靭っぽいって言ってたから、まあ、じゃないので、ちょっと切れる人を洗って釣り切ってもらわないとちょっとしんどいと思います。そこ白取り合えるんだったらなんか中二さんなのか、弁当は否定できるってことなのかな。ありがとうございます。おはようございます。これは白いボタンだと思うな。うん、どこにいたんですか高パイさん。今聞く話ではないとは思いますけど、そのキッチン武器庫のそのやってた時に、その武器庫の上のとこです。エンジンキッチンとかの弁当否定できるかとか、セキュリティキッチンからを否定できるかとかありますか。入り口最終、え、どうだろう、ユタさんがどこで見てたのかですね。コックピットから出てきた時に下から来るタカリンを見てるんですけど、その2人が切ってから来てる可能性は全然あるので白は出せないって感じですね。多分死にそこだけかな。なんでスナップ、あ、じゃあ、タカパイさんとリンさんからどういう経路の侵入があるかを提示するんじゃない。そう、 あるとしたら武器庫は塞いでるんで、うんうん、そうだね。まあ、あるとすれば石器の方からか、エンジンのベントの方からしかないと思うんで、うん、
そっちは両方否定できないって感じ、うん、否定できないです、うん、はい、うん、停電直してくださった方って出ないですよね多分ハイブリさんだと思うんですよね爆速で直ったんですよ、うん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 、めちゃくちゃ早かった、うん、だから直した後外に出ようとしてそこで切られているんだから、うん、そうだと思う、タイミング的にあのキルが起きたタイミングはもうそれで大体想像がつくとして、それを踏まえて結局高垣さんとリンさんがお互いの白は主張してたけどそれ以外の推理の部分を欲しいなっていうのが我々の視点なんですよね、うん、時間的に石宗さんのセルフイがあんまか、ユタさんが最後どこにいるんですか、コックピットから、こう見舞い通路武器庫の前にいる、うん、それだったらユタさんかな、僕はユタさんのこと見えていないので、どういう経路でユタさんがコックピットからベントで飛ぶとかはあるんじゃないですか、その場合タカパイさんとリンさんの下にいることになるので、そうっすね、うん、でも僕は見てないのでユタさんのことを、タカパイさんリンさんに見られずシュネさんにも見られず経路に、あのリンさんが狂人でタカパイがインポスターの場合結構きついと思うんですけど、リンさん決め打ちやと思ってるんで、もう繋がってる、うん、タカパイさん吸っちゃっていいかなと思ってるんですけど、うん、私も吸っていいと思う、まあ、つってよかったか。それでもまあ終わるかなと思ってタスクで思ったんですけど、何なのかな。あ、遅いか。ユタさんっすね、うん、下位置ミーティング、ユタさんとシュネさんが上がっていって、シュネさんがはしごで切られてて、ミーティングの奥に確認してユタさん見てレポートです。あ、なるほど。あ、だったら僕し、伊豆さんって動いてませんか、宿舎。お、宿舎左からどういう動きされてます、うん、降りた後昇降機左でずっとて、リアクター待機していて、スラパリさんが停電直しに行ってくれたからボタン押そうとしたらボタンなくて、下がるタイミングでシューネさんとユタさんが登っていきました。でスラパリさんが帰ってきたんで、はしごを登ったらシューネさんの死体があって、一応ユタさんいるかなと思ってミーティングを確認してからレポートです。ユタさんはシューネさん見てるんですか。シューネ、伊豆さん、僕シューネさんと登った印象なくて、伊豆さんとミーティング付近でボタン付近ですれ違い奥に行った。でシュネさんは知らないで、タカパイさんが金庫に行ったので割と近くにいるんですけど、伊豆さんが入れないって主張するなら、伊豆さんなのかな。その主張だと多分自分と伊豆さんが取ってる死人と食い違う気がします。僕と伊豆さんが昇降機左にいて、で停電が入る直前に僕が乗って右行った時、伊豆さんは左下にいたので、うん、います、ね、なので伊豆さんはその前上から降りてきているので、ユタさんがボタン前ですれ違ったって証言が出るんであれば、伊豆さんの動きと僕の死人が合わないですね。ナパイさん何してたんですか。はしご下にずっといましたけど、10秒ぐらい。伊豆さんが登ったのを見送っただけですね。僕はユタさんもシュネさんも見てないです。うんうんうん。なんか、ナパイさん切られたくない人っぽく見えたけどな。だって僕、手で今直してるんで。うん、安定進行を取るんであれば、さっき言ったようにリンさんをもう陣外で決め打ちで多分釣ってると思うので、白は黒黒しかないと思うんですよ、タカリンの内訳って。だから高木さんで確実に陣外は落ちるんで、うん、高木さんを釣れば陣外とりあえず落ちます。で僕視点は切ってる、狼っていうのを、提示できます、ユタさんのことは、うんうん、なので不安な人は高木さん釣りでいくと思う。リンさん釣ったイズさんでローラーで1落ちませんか。ユタさん視点だとイズさんだから、ああ割れちゃった、うん、ああ鬼割れ、そうなるんだ、割れ目でポン小笑い。なんかやらかしてるこれ。
くって下に見て、タスクか。伊豆さん最強でしたね。強でした。強人2人残ってましたね。結構なるほど。惜しかった惜しかった。うん、私があそこでしゅうねさん切れてたらいけたな。どっかでね、ごめんなさい。合わせればね。そうそうそう。しゅうねさんいたの気がつかなかった、天の先。あ、本当？うん、あ。ね、あそこで切れてたらね、また変わった。そうなんですよね。ね。本当に一緒に出ようと思って一緒に出てた。そうそうそう。お兄旬トイレ行きます、すみません。あー、お兄旬。はい。はい。やばい。やばい、ほんまに。ギリギリだったの。いや、メイヤーの存在に気づくのが遅かったです。最初に死んでるから。あ、あたさこだ、そう。畑迫さん、霊界で畑迫さんと二人きりになったら、リンゴさんニートなんですか？やば。モラルの、モラルのかけらもないやん。なんで言うんですか？いや、今、なんか何喋ってもいい空気かなって思って。それでニートなんですか？確かに。うん。キャリアウーマンです。あ、キャリアウーマン。バリキャリか。バリキャリです。なるほど。バリキャリ金曜10時からね、うん、金曜10時に起きてないバリキャリね、はいはい、うん、本日の朝日からもう一回来るバリキャリね、はいはい、これはバリキャリ、こんな感じです。今日は午後出勤かな、フレックスアイラーで出てるんでバリキャリです。バリキャリ